重山郡は朝鮮民主主義人民共和国環境北道の北部に位置する郡。北東アジア最大規模の埋蔵量を持つという鉄鉱山、重山鉱山がある。都満工上流域の山間部、重山高原に位置する。西北方向に流れる都満郡の対岸は中国である。北東に海寧市、東に船井郡、東南に清津市、南に、 鏡城郡西南に、延べ社群と接する。現在の茂山郡の範囲は、1952年の北朝鮮の行政区画改編によって形成されたもので、それまでは、西の白頭山、マテンレ山無役までを含む広大な軍であった。現在の茂山郡延べ社群、海寧市西部、手本団軍白岩郡山地縁市東部の範囲に相当する。 この地を含む都ン交流域は古代、中世には、高栗、渤海国、女神族などの領域で、朝鮮王朝初期に朝鮮が占拠してその領域に編入した。茂山の名は1438年に北方経営のために築かれた茂山鎮に由来する。朝鮮王朝時代は環境道、茂山府が置かれた。植民地期には北道、茂山とされ、 朝鮮最大の面積を持つ軍であった。トマン港の上流一帯の高原地帯は人工規薄であったが林業が盛んであり、鉄鉱山の開発に伴って鉄道路線も引かれるようになった。1977年から1985年にかけて清津直轄市に編入されたこともある。この節の出店主芸山鉱山は鉄鉱石埋蔵量30億トン。 火災埋蔵量13億トンとされ、北東アジア最大規模の埋蔵量を持つという鉄鉱山である。日本の植民地支配下の1930年代半ばに、三菱工業によって開発が行われ、採掘された鉄鉱石は、清津、上津の製鉄所に供給されていた。北朝鮮成立後はこれらの施設を継承した、金作製鉄所。 上津製鉄所で製錬が行われていたが、1990年代半ば以降の経済的破綻により、製鉄所が機能しなくなったり採掘が中断したりした。2005年以降、中国資本の投資が行われている。現在は一遊六労働尺十五里で構成されている。1945年8月15日時点で、重山軍は以下の一遊9面から構成されていた。 1952年12月の行政区画改編により、延べ斜面と三丁面の一部を延べ斜面、三斜面を三斜面、茂山面の一部を優先軍に分割。茂山軍当面、両下面、延べは蕾の全域、茂山面の大部分、三丁面の一部、船軍正常面の一部を合併して、茂山軍を再編成した。 1977年から1985年にかけて清津直轄市に編入されたこともある。現在は一流六労働者区、十五里を管轄する。北、茂山鉄工五十年開発権中国三企業が取得、中央日報2005年11月3日付け、茂山鉱山が中国の手に、合作破棄で配給不可能に、 デイリー NK2007 年11月23日付、ありがとうございます。